はい、今回は iPhone XR の雑談やっていこうと思います。本日がね、月曜日26日になっていて、購入からね、約1週間が経過しました。1週間ね、使ってみたんですけれど、ホームボタンね、なくなってしまったりとか、フェイス ID になったりしたんですけれど、おおむねね、満足です。基本的に困るところはないし、最初こそね、少し、なんかやっぱ本ボタン欲しいなとか思うことはあったんだけども、すぐに慣れて、そこからね大満足。電池持ちもいいし、レスポンス動きもね早いし、かなり満足してます。重さに関してもね、もともと今撮影している iPhone 7 Plus っていうのを使っていたので、多少は重たくなったんだけど、7 Plus 使ってた人間からするとそこまで気になる重さではありませんっていう感じでね、満足してる iPhone XR。 そんな中、 iPhone XR 1週間使って一番困ったことっていうのをね、今回ね、お話ししていこうかなと思います。iPhone XR 使って一番困ったこと。他の方どうだろうね。やっぱホームボタンがなくなったとか、フェイス ID がマスクつけてるとね、通用しないとか、だったりとか、ノッチがすげえ気になるよとか、その辺をね、お話しするのかなと思うんですけれど、自分の場合は、電源が切れないってところでした。はい。電源オフできないっていうのにめちゃくちゃ苦戦しました。一回ね、電源切りたかったんですけど、画面はね、もちろんね、ここのボタンを押すことによって、画面は消すことができます。画面は消せるんですけど、ここ長押ししてみるんですけど、何のお手伝いをしましょうか。はい、ここ長押しするとね、シリさんが立ち上がります。長押しでね。で、電源を切ることができません。で、過労死することによってね、こうやって、画面を切ることができます。画面を切ることはできるんですけど、電源がオフにできません。もうこれめちゃくちゃ困りました。あれ、電源オフできないよと思って。今までであればね、もちろん電源ボタン、この辺のボタンをね、長押しすることによって電源切ることができたので、同じようにやってるんだけど、シリがね、ひたすら立ち上がるって状況に陥って、やべえやべえ、どうしようどうしようみたいな。別にそんなに、ね、焦ってたわけではないんですけど、撮影するときにね、電源オフにして撮影したいなってことがあったので、おい、動画撮れないよみたいになってしまって、検索かけました。そうしたらね、自分同様やっぱ、10R、10シリーズが多分同じなんですけど、10シリーズで同じように電源が落とせなくて困ってる方が結構いました。で、自分はそれを見て、とりあえず電源が落とせました。なのでね、今回その電源の落とし方、10R の電源の落とし方っていうのをやっていこうと思います。大げさにね、電源の落とし方ね、やっていこうと思いますって言ってもね、分かってしまえばね、すごい単純なことなんですけれど、このね、なんだ、Siri ボタンなのかな、今。Siri がね、発動するボタンと、電源の上下、どっちでもいいんですけど、それを長押します、同時に。そうするとね、こういう感じで、電源オフだったり、緊急 SOS ボタンが出てきます。で、あとはね、スライドすれば電源がオフできますよってことになっています。分かってしまえば単純なことなんですけれど、これでね、苦戦してる方って結構いるみたいです。やっぱ、電源の落とし方一つでもね、何か変化があるとね、それってわかんないですよね。そもそもが最初の時にね、店員さんとかが教えてくれるだったり、説明書にね、電源がこうやって落とすんだよみたいなのが出てくればわかるんだけど、知らない状態で受け取ってね、とりあえずホームボタンがないのは知ってたから、こうやってやるんだな、みたいなのか、その辺はね、認知してたんだけど、電源を落とすのにね、苦戦すると思っていなかったんで、頭の中にもなかったんで、それを調べてもいなかったんでね。いざ電源落としたい時に落とせなくて困ってしまったんで、今回ね、とりあえず電源の落とし方を紹介しました。多分なんだけど、自分同様 10R にして電源落とせなくて困った方いると思います。電源を落とす機会って自体がね、そんなに多くないので、未だにね、購入から1ヶ月経ってもね、電源一度も落としてないしね、何の問題もなかったよって方は多くいると思うんですけど、なんかの際にね、電源落とす機会あるかもしれません。そういう時に、こうやってね、こことここのボタンを同時に長押しすることによって電源落とせますよって知っといた方がいいと思いますので、よろしければ覚えていただければと思います。10R 買って1週間使って困ったことってそれぐらいですね。その他に関しては基本的に今まで通りね、普通に使えているので満足しています。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。